はい、どうも。今回はですね、ヒマナッツの出現場所を2箇所紹介します。とまず1箇所目はテーブルシティの西の門から出発します。で、ヒマナッツは出現率がそんなに高くないので、エクサの遭遇パワーのレベルを上げるのをおすすめします。で、ヒマナッツがいる1箇所目はここですね。で、もしここにいなかったら2箇所目行きます。で、2箇所目はまず小さじの小道灯台へ行きます。で、ヒマナッツがいる2箇所目はここですね、灯台の西ですね。で、ピンを刺した目的地へ行きます。で、ここに花があるので、ここにヒマナッツがいるんですよね。で、もしこんな感じでいなかったら、一回こっちに行きます。で、ここをジャンプして、小さじの小道に入って、もう一回戻ります。南市場エリアへ。で、そうすると、ヒマナッツが出現しますね。はい、いました。ヒマナッツが出るまで今のを繰り返すって感じです。で、ヒマナッツの生息地はここですね。花の近くが好き。というわけで今の2箇所がおすすめです。以上となります。ご視聴ありがとうございました。